どうもこんにちは、サーフェスファンチャンネルの高尾です。はい、ついにねマイクロソフトのセールがですね始まりました。この2024年春のですね一番パソコンが売れる時期に合わせてマイクロソフトストアの方でもですねセールを開始したので、だいぶ買いやすくなっています。ということでこの動画ではですね、そのセール内容とかどういったモデルを選べばいいか、どのスペックを選べばいいかといったところで、ちょっと解説していきたいと思います。であとですね、セールの解説と一緒に、サーフェス使い方ガイドブックの無料プレゼントをやってまして、まあ、無料でねサーフェスを買うときにこれも申し込むと、ゲットできますので、こちらも後ほどご紹介いたします。はい、ではまず、サーフェスプロ9から見ていきましょう。サーフェスの中でもですね一番売れているのがサーフェスプロ9なんですけども、こちらがですねキーボードと同時購入で 33,600円オフということで、まあ、かなりのですね割引額になっているんですね。で例えばなんですけども、一番売れ筋のですねインテルコア i5 の 8GB メモリ 256GB ストレージがですね、まあ、このように19万円台から15万円台になっているっていう形で、だいぶ買いやすくなってます。どのモデルを選べばいいかっていうところで言いますと、まあ、一般的な、ね、パソコンの使い方として、Word、Excel などのですねオフィス操作だったりとか Web 閲覧ぐらいであれば、このスペックでも全然大丈夫といったところですね。でそれよりもうちょっと使い込むよと、例えばブラウザのタブを10個以上いつも開いてるよっていう方でしたら、メモリ 16GB のこちらが、おすすめですね。であとですね、よくインテルコア i5 インテルコア i7 の、違い何という質問いただくんですけども、まあ、正直ですねこの Core i7 とこの Core i7 に関してはここまで性能差あるわけではないですので、まあ、基本的には Core i5 の方で、全然十分です。安いですしね。ただまあロマンを求めるんだったら Core i7 っていうような選び方でいいと思います。ちなみに僕はですね、まあロマンを求めている方ですので、 Intel Core i7 の 16GB メモリ 256GB ストレージを買ってですね SSD を交換したというような使い方をしています。であと学生さんですね、ここにですねマイクロソフトストアの場合はこの学割を適用できるんですけども、まあ、今回のキャンペーンと、併用っていうのはできなくて、学割を適用した場合はですねこちらのモデルの方が安くなるということか形なんですね。例えばちょっとここで学割を適用していますと、このボタンから、適用できるんですけども、はい、学割を適用するとですね、この Intel Core i5 の 8GB メモリ 128GB ストレージが学割価格になるんですけども、ご覧の通りこの 256GB ストレージの方が安いですので、まあ、これを買うぐらいだったら今のこのセール価格の方ですね、これを買った方がいいっていうのがもう一目瞭然ですので、こっちじゃなくてこっちを買いましょうってことですね。はい、まあそれだけ今のこっちのセールの価格割引の方が安くなってるっていう形ですね。続きまして Surface Laptop 5なんですけども、まあ、Surface Pro 9のようなですねタブレット型ではなくて普通のノート型 PC がいいんだよという方はですね、このサーフェスラップトップ5おすすめなんですけども、こちらが最大 15% オフ、最大 58,300円オフということで、まあ、全スペックがですねこのように割引になっているんですね。でその中でもこの一番ハイスペックのですね、まあ、15インチの一番上位モデルが 58,300円なんですけども、まあ、ここに必要ないよっていうことが方々の方がですねほとんどだと思いますので、まあ、大体 13.5 インチから選んでいくんですけども、この一番安いモデルもですね Intel Core i5 8GB メモリ 256GB ストレージも 25,300円割引となって、結構な割引額でして 144,980円で買えるんですね。まあ、この中にマイクロソフトオフィスもちゃんとついていて、この値段ですのでだいぶ買いやすい価格になっていると思います。で選び方としては先ほどの Surface Pro 9と一緒で、やっぱりこちらもですね、まあライトユーザーの方でしたらこの一番安いこのモデルで全然十分です。なのでこのモデルがですねこの Surface Laptop 5の中で一番売れ筋なんですけども、まあ、売れ筋がゆえにですね一番在庫がなくなりやすいんですね。というわけでもう買うよという方はですね、この在庫ある時にもう買ってしまった方がいいです。それだけこれ買いやすい価格となっているっていうところですね。であと僕のおすすめとしてはですね、今回ちょっとハイスペックなモデルもですね、37,400円割引と安くなってますので、僕がね、この中で選ぶのであればこの Intel Core i5 の 16GB メモリーで 512GB ストレージですね、でこの 29,880円になってるこちらが結構いいかなと思ってます。まあ、先ほども言ったようにねブラウザのタブたくさん開いたりとか、まあ、あとはちょっと簡単な動画編集とか、あとはプログラミングとかそういう方はですねメモリ 16GB あった方がいいかなと思います。でもしこちらを選ぶ場合でしたらですね、この他の色で言うと、サンドストーンっていうですね、結構ピンク系の
こうサーフェス女子にですねめちゃくちゃ売れているあのこのサンドストーンというのがあるんですけども、こちらもですねメモリ16ギガありますのでサンドストーンを選ぶのもありかなと思います。でもしですね、ブラックを選ぶ場合はですね1個前のモデルのサーフェスラップトップ4っていうのがまだですねブラック売ってまして、これですねこの違いとしては CPU がですね世代が1個違うだけであって、まあそこまでこれも性能差ないと言えると思ってますので、僕はですねこのサーフェスラップトップ5のブラックを選ぶぐらいだったら、サーフェスラップトップ4のこのブラック Core i5 8GB メモリー 512GB ストレージがですね 129,800 円でかなり安いですの でこの中にちゃんとオフィスも入ってますので、これは、結構おすすめですね。安く買いたいという方は、こちらもね在庫限りとなってますので、これこそお早めに、購入した方がいいかなと思います。で最後にサーフェスラップトップ Go 3ですね。こちらもサーフェスシリーズの中でよく売れている、ノート型のサーフェスなんですけども、まあ、サーフェスラップトップ5のですね廉価版みたいな形でちょっとお安くなっているモデルなんですね。ちゃんとオフィスも入ってなかなか使いやすいモデルなんですけども、こちらもですね、7% オフとなっていて、まあ、一番安いモデルは聞いてないんですけども、真ん中モデル上位モデルが、安くなっています。まあ、こちらもねやはり同じように、まあ、ライトユーザーであればこの真ん中モデルでいいですし、結構ガシガシ使うよっていう方はですねメモリ16ギガのこちらの方が、いいっていう形ですね。でサーフェスラップトップ53だとカラー別にですね、スペックの方がちゃんと揃ってますので、色もですね選びやすいモデルかなと思います。はい、そしてこのサーフェス使い方ガイドブック今ね無料プレゼントしてまして、今回のねセールでサーフェスを買う方ももちろん対象となっております。サーフェスの中にはですね、取扱説明書っていうのが、入ってなくて、まあ最近のパソコンはみんなそうかもしれないんですけども、まあ、最初のね、使い方っていうのはやっぱ分かった方がいいかなと思いまして、僕がですね作りました、サーフェスの初期設定だとかセキュリティの設定だとかですね、あとはまあ、やってはいけない使い方とかパソコンに強くなる方法とかをですね、解説した、ウェブ形式のですねガイドブックとなってますので、ぜひぜひサーフェスと一緒に、無料となりますので申し込んでみてください。今までですね700名以上の方に、利用されてまして、結構ね感謝の言葉いただいてますので、多分、ね、それなりにあの役に立ってるんじゃないのかなと思ってます。申し込み方法は、非常に簡単にして、こちらにメールアドレスを送ってですね、その先でマイクロソフトストアの、方でリンクありますので、でサーフェス買ってえば翌日お届けするといった流れとなります。まあ、サーフェスもですね、最近の世界的な物価高とですねあの円安影響もありましてちょっと値上げしてしまったので、まあ、こういったねセールの時に買うのがやっぱり一番いいんじゃないのかなと思ってます。まあ、今回はですねあの売れ筋モデルが特に安くなってますので、まあ今一番買いやすい時期ではあるかなと思ってます。はい、リンクの方はですね、全部概要欄の方に、載せておりますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。それでは以上になります。バイバーイ。